はい、それではお腹もいっぱいになったところで、はい、後半ストロークプレイやりたいと思います。イエーイ。で、一応ですね、ゴルフの上達企画なので、前半42だったので、私の場合今年80代をコンスタントに取るっていう目標なので、47後半、47以下で回ろうと思います。なので、せっかくなのでお二人も目標ありますか？はい、まだ80代を出したことがないので、私も47で89できるように頑張りたいです。素晴らしい。じゃあ一緒に47。はい、頑張ります。はい、はい、お兄ちゃんは？そうですね、50切れたら嬉しいなって思ってたんですけど、うんうん、今お二方の目標を聞いて、うん、私も47目指してみようかなって今思いました。急遽ハイレベルな目標を設定します、はい、目標になりました。じゃあ後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。では行きましょう。はい、レディースティに移動します。ジャンプして移動すればいいですか？こうやって。はい。いらない？いい、やってみ。じゃあレディースティにジャンプ、せーの。はい、到着しました。じゃあ後半始めたいと思います。10番ホール400ヤードパー5、ドライバー行きます。お願いします。お願いします。大丈夫かな？いい感じです。ありがとうございます。お願いします。あ、惜しい、惜しい、やっちゃった。 OK、 OK、 お願いします。お願いします。あー、ちょっとあれじゃない？顎が高いから7番。おう、ナイス。あら、ポテってな。大丈夫だと思います。まだまだ距離あるので5番ウッドで打ちます。はい、よし、いいっすね。はい、あ、悔しい、悔しい。もう一回ウッド？ウッドです。フェアウェイになったので。うん、うん、戻ってきた。200ヤードぐらいですね。届かない。6番ユーティリティにします。まあ大丈夫ですね、うんうん、しっかり振れてるから、うん、ちょっと当たりが悪くても飛んでいきますね。そうですね。学生の時って何か部活とかやったんですか？学生の時は小学校3年生から大学までバスケ部でした。あ、そうなんだ。はい、もうずっとずっとバスケ部です。すごい、結構飛びましたね。マキさん喜んでる。喜んでる。6番で打ちます。あ、危ない。みんなと同じとこ行っちゃった。シャンク出ましたね。あれですね、シャンクとお付き合いしていくしかないです、うん、ねえ、なんか多分振り遅れてるんだろうな、うん、気づいた時になんか抜けるなくなってるんだけど、うん、手元緩んである日いきなり出てくるんですよね。あ、やっぱそうなんですね。
うまくお付き合いできるかな。私は9番で打ちます。はい。うまい。うん。ナイス。ナイス。ちょっと大きかったかな。漏れちゃったかも。いや、乗ってます。大丈夫です。あ、本当ですか。あ、よかった。私も9番で打ちます。はい。キャプテン、これはいや、考えてること分かりました。分かんないです。やめようか、こういう危ないこと。でもやりたくない。木と木の間を通す。はい、レッツトライ、まあ、そうですね。はい、いや、超狭いな。うまい。あー、ちょっとバックスピンが戻っちゃった。あ、ごめんなさい、やばいかも。OK です。もうよかった。あ、うまい、うまい、ナイスタッチ。うまい、うまい、これもうまい。ちょっと嫌な思い出を消しましょう。ヘッドスパでお願いします。リラックス。いきますね。なんであんなにシャンクしちゃうの。忘れよ、忘れよ。忘れる、そういうの忘れる。もう私はシャンクしない、シャンクしない、シャンクしない。何したんだっけ私。そういうこと。そういうことにしましょう。効果絶大ですね。多分大丈夫な気がしますね。大丈夫ですね。今日はそれで行きましょう。全部。私なぜかリンゴルフの撮影いつも悪くて。僕もそう思う。やっぱりそうですよね。よく見せようっていうのは多分あるんだと思います。なんか80代コンスタントって言っちゃったし、あ、よく見せようみたいな。あ、リンゴルフの中でね。そう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 、動画でちゃんとよく見せようみたいなのあるから、そういう力の入り方はあるけど。シャンクとかしないもんね。します。する、します。本当、今緊張してるから。嘘、もうほぐれたでしょ。でもだいぶ、だいぶほぐれました。 ね、よかった。でもまだちっちゃそう。あ、でも硬いですね。硬いですか。めちゃめちゃ硬い。勉強のしすぎじゃないかった。一緒頭だ。ちょっと頑張ろう。頑張りましょう。ヘッドスパ効果を信じて。みんな言う。これ政治学科的にはどうなの。政治学科めちゃめちゃ面白ないですか。どうつなげるのそれ。さっき法学部の政治学科って聞いたから、敵にはどうなのかなって思って。敵には今ごめんね、めちゃ無理だったね。すごい、なかなかきついパスが飛んできた。ちょっとかわせなかったな今。そうだよね。変な音した。変な音した。カートに跳ねたみたいな。跳ねた音しましたよね。うん、ナイスショー。めちゃめちゃいい。ね、当たった。ヘッドスパかな。ヘッドスパだ。忘れられたみたいです。あとはアイアンが。 S で打ちます。
50ヤードをアプローチで打ちます。おかげだ。めちゃめちゃイメージできてたね。やった。これなんてどかしますか？大丈夫です。ちょっと強かった。あ、危ない。惜しい。すいません、お先に。はい、ダボでした。あー、惜しい。ナイスです。ありがとうございます。よし、ナイスパンになりました。パ、はい、よかった。ありがとうございます。前回喋るの、これ蜂蜜食べたいな。ちょっとこれカット。これダメですよ。ちょっと今無茶ぶりに乗ってみたけど。すいません。これなかったことに。もらいました。最高だね。いや本当に滑ってるからちょっと。かわいい。フリーやめてください。もナイス。ナイス。ちょっ、あ、どうぞ。ちょっと、なんか行っちゃった。154？ はい、はい、浮き見ました。7番でレイアップします。止まれ。あー、ですね、入りましたね。入っちゃいましたね。109ヤードを9番で打ちます。いい感じです。8番で打ちます。はい、ありがとうございます。ナイスショットって言ってもらったから乗ったってことですかね。うん、結構奥もあるから。あ、本当だ、乗ってる。よかった。距離感ぴったりじゃないですか、ね。いや本当、シャンクが出ないだけで幸せかも。
本当なんかイップスってこういう感じになるのかなってちょっと思った。メンタル強い方だと思ってたんですけど。Thank you.